アクオスシリーズは大好きでですね、センス3とセンス4、これ両方ね、買ってます。シャープのですね、アクオスセンス3ライト購入しました。これ、自分がです、ね、使うんじゃなくて、奥さんのやつです。アクオスセンス4シムフリー版のです、ね、発売の発表が今週ありまして、今回あの、楽天のアクオスにしました。先日、毎年恒例のですね、シャープアクオスシリーズ6ですね、6シリーズの発表がありまして、 現行品とのですね、違い、ちょっと見てみたんですけど、重さ、バッテリー容量が同じで、で軽くなってますね。で、あと SOC も一緒。そんなにね、大きな違いはないですね。あと、指紋認証が下の方についてた物理ボタンっていうんですかね、あれから画面内の認証に変わってます。で、その分、画面がね、若干ちょっと大きくなってるみたいですね。アクオスって結構ね、あのバランスよくて、去年、 アコースセンス4が出る前に3をですねアマゾンで買ってすごいね安かったんですよ2万円ちょっとぐらいだったような気するんですけどそれうちのねお嫁さんのスマホ古くなったんでそれに変えたんですけどで届いて開けてみたらですね非常にあの質感が良くて筐体もねアルミなんですよねなので安っぽい感じもしなかったんで結構いいかなと思ってでそれに。 ししましたで当然値段が値段なんでねそんなにあの性能ってうか SOC とかはもうそんないいやつはついてないんですけどまあうちの嫁さんの場合はね電話 LINE あと調べ物なんでゲームとかね別にしないんでまあそれで十分かなと思ってねそっちにしたんですよでそのにフに本が出て僕それ買ったんですね防塵防水も付いてるしあとイヤホンジャックですよねあと欠かせないのがの財布携帯 でこれ一応全部入りなんで,で値段もねそこそこ安いんで当時ね eSIM 使いたかったんで楽天のアコスセンス4ライトにしたんですけどねこれはあのカメラの広角が標準のやつよりちょっと抜けてるんでまあそこはね別にそんなにこだわりカメラはあのこだわりなかったんで一応買ったんですけど やっぱりねもっさり感っていうのがあってその前に使ったのが結構あの古い3年ぐらい使ってたエクスペリアなんですけど当時ね7万ぐらいしたやつなんで s o c はそこそこいいやつついてたんですよでそれに慣れてしまったんでそのアコースにしてからですねちょっと動きが遅いんでちょっと気になってたんでで今回あのちょっと前方8って買ったんですけど アクオスってね、まあ宣伝でもかなり言ってるんですけど、電池持ちがね、すごいいいんですよ。これはね、安心感っていうかね、電池持ち、スマホってすごい好きだったんで、で、あのサイズで 4570mAh でしたっけ。あのかなり大容量で、まあ、SOC もね、そこそこその省電力のやつ、多分使ってるんだと思うんですけど、それでね、すごい電池持ちがね、今まで使ってなかったでもう、断トツに良かったんですね。 要はその朝満タンにした状態で会社行って帰ってくるときね50%まで減ってないんですよ下手するとね6割7割とかねそのぐらい残ってるんでまあ穴がちあの1週間持ちますっていうのはその待機だけだったら確かに持つかもしれないですねまあ普通の使い方でも2日充電しなくてもね大丈夫なようなスマホなんですよねで今回の新製品もその機能は継承してるみたいですねアクオスセンス4 使ってた時のバッテリーの状況っていうのが、こんな感じですこれ、今、使ってるシャープのアコースセンス4なんですけど、バッテリーはですね夜中、寝てるとき、充電して、使い方としては朝、まあ、電車乗ったときに使って、あと会社で昼ですね、使って。 であとまた夜電車乗った時使って帰ってからちょっと使ったりまあそんな程度ですねなので使用頻度としてはあんまり高くないんでまあバッテリーの持ちまあ、バッテリー自体はねそんなには減らないんですけど大体次にですね充電するまでに50%切んないんですよこれ46004500いくつ 4500mAh ぐらいあるんでね、あの大容量なんで、えー、まあ僕の使用頻度だとまあ50、50%ねこれ見ていただいたら分かるとおり、切らないです。バッテリーの持ちがいい分、やはり重さはあったんですね、今これ、画像で測ってるのが、アクロスセン s 4に、ガラスフィルムをつけてるんでね、まあ、実際はもうちょっと軽いんですけど、ガラスフィルム貼った状態で 184g です。 でこれにね、ケースつけたので、ケース自体もね、結構重たいんですよ。28g あるんで。で、これをですね、合わせると 211g。結構なね、重さになるんです、これ。センス4の重量が 177g なんですね。で、今度の新しいやつは 156g なんで、約 20g 軽くなってるんですね。 でこの 20g ってわずか 20g って思うんですけど特にポケットに入れた時のですねずっしり感っていうのは全然違うんですねワイシャツ着た時の胸ポケットに入れた時の感じこれがね今までケース付きで使ってたアクセンスフォっていうのが 211g じゃないですかそうすると、ね、かなりずっしり感があってやはりその胸ポケットに入れてあまり負担にならない重さっていうのが多分 170g ぐらいじゃないかなと思うんですよね だから今度のやつって 156g なんで、ケースつけても大体170か百180ぐらいじゃないですか。割とね、重さ的にはね、だいぶ楽になるんじゃないかなっていう気はします。あと、動きに関しては、SOC はこれ前のやつと一緒で、スナップドラゴン,ンの690の 5G ってやつなんですね。で、前のやつは、5G のやつが690で、普通の,の 4G のやつっていうのが730だったかな。 でこの2つってどんな違いあるのかちょっとよくわからないんですけどだたいね一緒ぐらいっていう話なんですねだから動き自体はそんなに別に多分改善はないと思うんですけどラムとロムがねこれドコモの端末はラム4ギガのロム64ギガなんですねでもう一つシャープが発表してるやつってラム6ギガと128っていうのがあるんでこれ他のキャリアでこの6ギガのやつが出るのかあるいはその SIM フリー版でですね、6ギガのやつが出るのかっていうのは、ちょっと現段階ではわからないんですけど、この6ギガになったことによって動きってちょっとね、良くなるのかなっていうちょっと機械感あるんですけど、あんま変わんないですかね。でもう少しね、早かったらね、ほんとね、これ欲しいなと思うんですよね。あの、こんだけ軽くなってるんで、スピードはですね、これ、と比べてみたんですけど、左が Zenfone 8ですね、あと右がアコス n ンス4です。 今 Yahoo れてる状態、こんな感じですね。あとこれ、ポケモンの、ね、元になってるゲームなんですけど、これちょっと、これもね、ちょっと重たいんですよ。で、これでね、比較してみると、これはだいぶ差がつい、だいぶ差がつくんですよね。こんだけ違いがありますんで。 でこれはやっぱり SOC の違いだと思うんですけど、これ逆に今度、アクアスセンス4の方を最初にですね、押して、後から全フォン押すと追い越しちゃうんですよ。やっぱりこれそれだけね、あのスナップトラゴン,ンの888って入ってるんですけど、やっぱ早いことは早いですね。もう全然。 こんな風にあの重たいやつややつるととっぱりり差が歴然となりますよねこの ZenFone 8もバッテリーは 4000mAh は入ってるんですね。なので小さくはないんですけどやはり SOC がこういうのついてるんでバッテリーの持ちはねやっぱりねそれなりですね。まあ僕の使い方だとまあそんなにねゲームもやるわけじゃないんですけど帰ってくるくらいに大体ね40%くらいになって 悪い時はですねであのバッテリー保護のために90%までしか充電しないように,にはしてるんですけどだからそこから始まってねだいたい夕方には40前後なってるんでハードな使い方した日なんかだと多分もうその日中に切れちゃうっていう可能性はありますよねなのでいかにアコースセンスがですねバッテリーの持ちいいかっていうのはねつくづくね前のやつでね分かってるんですよだからその操作性を取るのかバッテリーの持ち取るのか いうところなんですけど、まあ今回の選択ってちょっとね両極端なんですよね。全フォンにしてもそこまではねいらないんですよ実は。ただこれもそのコンパクトなスマホで防水防塵入っててお財布携帯も入ってるっていう。だから小さくても性能がいいですよ。 っていうところなんですけどね、えー、もう少し落としてもらってバッテリーを長持ちすりゃいいんですけどねこの間ぐらいのやつがね欲しいんですけどねだから今度のアクオスも、まあ、SOC 変わってないんでね多分もっさりカもそんな変わってないと思うんでちょっとね悩んではいるんですけどあと今度の新しい端末は指紋認証がですね画面内になってるんですよねでこれもね良し悪しなんですけど 最近のやつって反応はいいみたいなんですよね、こののメーカーカやつも。ただ画面のフィルム貼るとね今使ってる全本もそうなんですけどねガラスフィルム貼るとねどうしてもちょっとね反応鈍いんですよねだから貼らないで使う分にはいいんですけど貼るとねこれ使えなくなるっていうのと背面はね使いにくいんで一番いいのはねやっぱり横にしてもらって。 とね、一番いいんですよねエクスペリアなんかそうだったんですけど電源ボタンのところに指紋のセンサーがあってでこれあの車でナビとかで使う場合に背面だと非常に使いにくいんですねだからまあ正面か横だと問題なく使えるんで まあ物理的なやつがですね、横についてるのが一番いいんですね。邪魔にならないし、アコースセンス4の場合は、このボタン、このセンサーあることによってね、画面のサイズがちょっとちっちゃくなってるんで、今度のやつはね、それがなくなることによって、一応ベゼルレス、全画面みたいな形にはなってるんですけど、使い勝手ですよね。 今度カメラの方はですね少し改善されてるのかどうかよくはなってるみたいですねまあ今までアクオスセンス4の場合はかなりネット上を見るとあの酷評というかねカメラボロクソだったんですよねでまあ僕そんなにカメラはあのこだわってないんでまあどんなでもねいいやつはいらないんですけどで今度のやつはなんかあの画素数も上がっててあと F 値がね1.8になってるんでだいぶね明るくはなってるんじゃないかなと思いますねあと本 体は質感は変わらず金属、アルミで,で,きてんのかなでこれなんか今度のやつって真ん中ちょっと凹ん,んでるんですよねシグマ型っていうんですかねまあこの辺はちょっと好き嫌いがありそうですけど今度出るのがちょっといくらになるのかまあ今度はね 5G しかないんで少し高くなるんですかね45万になるのかな3万円台だったらねまたちょっと買っちゃいそうな感じはするんですけど56万まあ 5G だから、まあ、やっぱり5万ぐらいするんですかね